色覚女子、ミス日本に。すご8自慢する。に対するネット民の反応。日本女性にふさわしい心と健康的な美しさを競う第56回ミス日本コンテスト2024が22日、京王プラザホテルで開かれ、有馬かなさん22がミス日本海の日に輝いた。受賞を受け頭が真っ白。ただ嬉しいという気持ちでいっぱいですと笑顔を見せた。航空宇宙工学の研究者を目指している有馬さん。20日に JAXA の無人探査機が月面着陸に成功した瞬間はリアルタイムで視聴していたそうで、ミス日本の直前で寝ないといけないんですけど、深夜の2時頃まで見てましたとはにかんだ。工学という分野は女性が少ない。ミス日本海の日として私は工学の勉強をしていますと発信することで女性の研究者が増えるきっかけになれたらと意気込みを語った。有馬かな鹿児島県出身の22歳。東京大学教養学部理科一タグEに在学中。趣味は将棋で、高校時代は全国大会に3度出場。戦術にこだわりは内外飛車、飯島優引き角戦法にハマっていた。1m57。最後まで記事を見てすごくびっくりした。ミス日本海の日受賞おめでとうございます。引き角女子からミス日本ってすごくないですか？これは初めてすごい。ミス日本出場者も使う飯島優、すごくないですか？重曹ちゃんが引き角戦法。情報量が多すぎて頭はげるわ。高校時代に全国大会出場ってすごいな。どこにすごくないですか発言があるのかと思ったらまさかの飯島優引き角戦法とは。本格派なのね。追加で調子に乗ったポストしてるぞ。A ちゃんよかったね。同期は田辺九段がポストしてくれたよ。しかし初めてすごいわ草。スゴ10の CM、白石麻衣のドラマ見てたら流れてきて笑った。本当、本人何もしてないのにいろんなところにどんどん取り上げられるな。なんなんだこの力を。時代が A ちゃんになびいてるのすごいわ。そろそろスゴ8シール貼ったアイドルとか出てくるのでは。A字の我が世の春やん。一般的には重曹ちゃんと同じ名前なのが話題になってるけど将棋界はこっちか。冷静に考えると引き角女子って単語初めて聞いたわ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。